斉藤つよしは、日本の政治家。衆議院議員、参議院議員、内閣官房副長官、横浜市会議員を歴任。神奈川県横浜市生まれ。中学校卒業後、横浜市役所に就職し、働きながら、横浜市立横浜商業高等学校定時制、神奈川大学、第二法学部卒業。1987年。 横浜市会議員選挙に出馬し、初当選。1995年、第17回参議院議員通常選挙に日本社会党公認で、神奈川県選挙区から出馬し、当選。1996年、社会党の同盟変更により、社会民主党の結成に加わるが後に離党し、旧民主党決闘に参加した。2001年の、 第19回参議院議員通常選挙には民主党公認で出馬し再選。2005年参議院議員を辞職し第44回衆議院議員総選挙に神奈川11区から民主党公認で出馬したが強い追い風に乗る現職首相の小泉淳一郎を相手に14万票超の大差で惨敗し比例復活もならず落選。2007年 第21回参議院議員通常選挙に、比例区から出馬したが、落選。2009年の第45回衆議院議員総選挙に、比例南関東ブロック単独で出馬。民主党の大象により比例区に、重複立候補していた候補者の大半が小選挙区で、議席を獲得したため、比例名簿の会に搭載されていた、斉藤も当選し、 4年ぶりに国政に復帰した。2011年9月、野田内閣の内閣官房副長官に就任。2007年の参院選で当選した大石久子が2012年1月4日に死去したことに伴い、中央選挙管理会が2012年1月11日に繰上げ補充の選挙会を開き、 名簿順から斎藤を繰り上げ当選とする告知を2012年に1月12日に受けたが、すでに2009年の総選挙で衆議院議員に当選しているため、告知から5日以内に衆議院議員の職を辞す、胸の届け出をせず、当選資格を失った。このため、時点の玉木和也が繰り上げ当選となった。次期総選挙には出馬せず引退する意向を示していたが、 衆議院解散後まもなく、山梨一区の党公認候補として擁立されることが決定した。同選局を地盤としていた小沢栄人が離党し、日本維新の会へ移籍したため党の支部長が空席となっており、幹事長で旧日本社会党時代から交流のある、腰石東の要請を受けて出馬を受諾した。 コシイ氏と県縁の中である小沢を選挙区で当選させないことを目的とした擁立であり、結果じみ民票の切り崩しに成功し、小沢の選挙区当選を阻止している。なお、小沢は比例復活したのに対し、斉藤自身は落選している。落選後、改めて政界引退を表明した。2016年3月までの任期で、法政大学大学院客員教授、 2016年11月、朝日、重光明を受賞。ありがとうございます。